スチュアート・ホールデンは、スコットランド・アバディーン出身の元サッカー選手。アメリカ代表である、ポジションはミッドフィールダー。MLS でプレーするホールデン・スコットランドのアバディーンに生まれたが、10歳の時に家族と共に、テキサス州、シュガーランドに引っ越し、そこで育った。彼の父親は、シェブロンの人材部門で働いていた。ホールデンは、クレムソン大学のサッカークラブで2年間プレーし、 2005年3月にイングランドプレミアリーグのサンダーランド AFC と契約した。しかし3月12日にニューカッスルのバーの外で襲われて左眼下を損傷しトップチームでの出場は叶わなかった。ヒューストンダイナモ20065月27日に MLS デビューを果たし7月22日のニューイングランドレボリューション戦で初ゴールを決めた。 2006年のレギュラーシーズンは13試合に出場し、MLS カップでは2試合に出場した。優勝を決める PK 戦では2番目のキッカーとして登場し、右上隅に決めた。2007年シーズンは、ブラッド・デイビスの怪我などもあって、出場機会が増加し、主に左ウィングで出場した。7月25日の試合では2得点と3アシストを決めた。2008年には、 アメリカサッカー界の博愛主義社賞を受賞した。ボルトン・ワンダラーズ2009年シーズン終了後に、イングランドで数週間の間トレーニングを受け、2010年1月25日に、ボルトン・ワンダラーズ FC との契約にサインした。応援コイル監督が率いる、このチームでは、2月24日の FA カップ、トッテナムホットスパー FC 戦でデビューし、90分間フル出場した。 リーグ戦デビューは2月27日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦で、フル出場して1から0で、ウルバズに勝利した。2010から2011シーズンはレギュラーに定着。チームの司令塔として、ボルトンの快進撃を支える活躍を披露。チーム11年ぶりの FA カップ準決勝、進出にも貢献していたが、3月19日のマンチェスターユナイテッド FC 戦で、 ジョニー・エヴァンズから悪質なタックルを受け膝を負傷。全治6ヶ月と診断され、シーズンを終える。ホールデンを失ったボルトンは、ウェンブリー・スタジアムで行われた FA カップ、準決勝ストークシティ FC 戦で5から0で完敗。リーグでも2勝6敗と急失速し、それまで7位だった順位も14位に落ちて、シーズンを終える。このシーズンの活躍を評価され、 ボルトンの年間最優秀選手に選ばれる。2011から2012シーズンは前日の怪我の影響で出遅れていたが、9月20日のカーリングカップアストンビラ FC 戦で復帰し90分間プレーその後、急を要するものではないが万全を期すために膝の手術を受けた。全治6週間と報道されていたが、 その手術で軟骨の損傷が見つかり、全治6ヶ月と診断された。U-20 アメリカ代表として11試合に出場した。2007年初めには U-23 アメリカ代表の合宿に参加し、12月には中国に遠征して U-23 中国代表と戦った。2008年7月、北京オリンピックに出場するメンバーに招集され、 8月7日の日本戦で得点した。2009年7月には、コンカカーフゴールドカップに出場し、7月4日のクレナダ戦で初出場と初ゴールを記録し、7月11日のハイチ戦では、先制点をアシストしたほか、92分に30ヤードの距離からゴールを決めて、引き分けに持ち込んだ。2から0で勝利した、準決勝のホンジュラス戦では2アシストを記録し、 これらの活躍から大会のベストイレブンに選ばれた。2010年5月27日、2010FIFA ワールドカップ本大会に向けたアメリカ代表メンバーに選ばれた。ホールデンはスコットランドに生まれ、10歳の時にアメリカ合衆国に移住した。2006年にアメリカ市民権を得ている。父親は16年もの闘病生活の末、2009年、初めに、 水臓癌のため亡くなった。父親が亡くなって以来、ホールデンはリブストロングプロジェクトのリストバンドを身につけている。母親と姉妹はヒューストンで暮らしている。弟のイアン・ホールデンはベイレビー系でプレーするプロサッカー選手である。カウンターストライクの元プロゲーマーで2002年のワールドサイバーゲームズ、2003年のサイバースリーとプロフェッショナルリーグ等の世界大会にも出場。 クレムソン大学時代に、サッカーに専念。2013シェフィールド、ウェンズベイ FCMLS カップ、2006、2007、MLS ベストイブン、2009コンカカーフ、ゴールドカップベストイブン、2009。ありがとうございます。